友情だよな。ああ、世の中は無情だって言ったの。お前よくそんな言葉知ってんな、バカなくせに。うるせえよ。先行にでもなるつもりか。なわけねえだろ。だよな。楽園か。地獄か。エキさん、リュウジさん、そろそろお願いします。楽園だよ、楽園。不良よ。ちょっと、ねえ、ね、待って、ちょっと待って、ねえ、ねえ、ねえ、ね、ちょっとおー、兄ちゃんたち、ようも商売の邪魔してくれたな。やべ、逃げろ。検証してくれ。地獄へお帰りなさい。誰だと思ってんだ。泣く子も黙る。湘南の鬼幕だ。エキスさん、リュウジさん、うん、退学ってマジですか。鬼爆抜きで極東仕切ってくなんて絶対無理っすよ。お前ら誰の射程だよ。ふぬけたこと言ってんじゃねえぞ。これからおめえらの時代だろうが。俺たちの時代。そうだよ。いつまでも金魚の糞みたいに俺たちについてきてたってしょうがねえだろう。男だったら自分たちの手で新しい未来掴み取ってくもんだろ。お二人はこれからどうされるんですか。決まってんだろ。組入って極道の世界でのし上がんだよ。じゃあな、元気でやれよ。市長かっこいいぜ。俺たちも気合入れて頑張ってきます。
龍二。あ、やったなおい。おう。うまくいったな。あいつら完璧俺らが退学したと思い込んでたな。あの紙は俺が書いた偽物だっつうの。ただの転校なのにな。この時代にマジで極道なんて目指すかよ。今だけ不良なんてオタッキー以下だっつうの。あいつらとも縁が切れたし、ここからは恋愛街道まっしぐら。チャララララララランダランダン。これでついに俺も吉田栄作に。なんだこれ。ちょっ、おまえこれじゃサブちゃんじゃねえか。男らしくてかっこいいじゃん。これだよこれ。吉田栄作みたいな感じっつったろ。ああ分かったよ、分かりましたよ。うわ、でもよ、お前の言う通りヤンキーやめるのはいいけどさ、共学に転校したところでお前女できんのか。俺を信じろよ。これ読んでみ。137ページ。不良界の頂点鬼爆の二人が童貞なんて笑っちゃうよね。何見てんだよ。女も知らんで喧嘩ばっか強くて情けないね。うるせんだよババアが。なんなら私が教えてやってもいいんだよ。うん、冗談に決まってんだろ。おめえらなんて家帰って寂しく自前でやってな。ちくしょう。おい龍二。ああ。この夏は忘れらんねえホットサマーにすんぞ。おう。出会いの島ヤラント。去年の夏この島にやってきた童貞 F 君は語る。燃えるような恋がしたくてリゾートホテルのバイトに応募したんです。成果ですか。そりゃもう何人もの彼女と出会い、その日のうちにベッドイン。いやーホットでした。これ完全に作だろ。おお、完璧だろ。確かにこんなに女の子がいれば F 君みたいに一人ぐらいは。桃井さん。はい、はい、セックスオンザビーチ一つ。はい、ただいま。いきなり来たなおい。噂は本当だったみたいだな。もしよかったら今夜泉。
遅いよ、何やってるの。油断したらダメだって言ったでしょ。ここじゃ男はみんな狼なんだから、私たち気をつけないといけないのよ。やだ、この二人まだこっち見てる、怖い。お前じゃねえよ。おい、平吉、あれ見ろ。かわいい。マジか。あれが？あえて100円ぐらいおったけどな。100円？駅で大乱闘。マジか。で、どないなったんすか。なんだあいつら。ちょちょちょ、平吉くん、こんなアホに構ってる暇ねえだろ。だな。リュウシ、右から行け。お。僕たち湘南から来た大学生なんだけど、この辺でペンギン見なかった？ペンギン？そう、ペンギン、ペンギン。僕たちペンギン飼ってるんだけど、逃げちゃって。一緒にペンギン探してよ。生かしてんね、君たち。生かし…Hey, honey! Daddy! I miss you! Hey, guess what? What? These kids were hitting on us. Trying to take our girls? Konnichiwa. Onizuka! Meet Bazooka!I think it's time for you two to fuck off! Yeah. What do you think, these two cool boys should take a bath? なんて言ってかわかんねえよ。Let's take a dip. Hey, Kichi. Looking dirty. ドイツ語? Clean you up real quick. Oh, yeah. Get low!いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。欲望の夜は始まったばかり。ボディコンの彼女とはディスコで出会いました。ディスコは昼の海と違って女の子たちも開放的なんですよね。俺以上分かってんな。お前こそな。今日はやらんと最後の日、ラストチャンスだ。龍二、ああ楽園ってあんだな。運命ってあんだな。自分らめっちゃ可愛いやん。遊ぼうな。大丈夫。ちょっとでええから飲もうや。大阪から来たんやから。嫌だって言ってんじゃん、しつこいな。そう言うなや。漫画みたいな理想の展開だな。嫌がってんだろうが。いや、お前これ。まあ、ちょっと下がりなさいよ、時間。ここじゃあれなんで、ちょっと外で。やっとるやないか。おい、この、
警察に電話しないと。あ、うんうん、大丈夫、話し合えば済むことだ。お前もじゃ、これ。いけ、おい、どうするよこの後。お前それ、お前それはホテルの部屋だろ普通なら、とっとと片付けちまうぞ。どうした？気をつけろそいつ。お前さっさと片付けんじゃないのかよ。めっちゃ強いじゃん。だから言ったろ、あいつの手に。殺すぞこれ。あの子たちきっと殺されてるわよ。ちょっと警察用の方がいいんじゃないのって。やだかっこいい。部屋で赤字塗ってあげる。え、いいの？うん。あげる。にしても不良って怖いよね。なんなの？平成だよ。リュウジ君、さっきありがとうね。え、ちょっと聞いてる？あ、いえ、当然のことをしただけっすから。不良ってほんと最低、大っ嫌い。ヤンキーやめてよかった。あの、お二人は普段何されてるんですか？私たちは東京の女子大生です。二人は？あの、経大の医学部です。リュウジ君、医大生なんだ。まあ、そうらしいです。あ、ちょっと、あゆみ、親が心配してるから電話してもいい？電話おいしい。ん？胸の高まりが収まんねえよ。これから私と駅近のプールに行くから、あんたはリュウジ君だね。え、彼はもう戻ってこないのよ。新しい恋もしなくて。分かった。なんだよそれ。精力剤。高校生あんなもんいらねえだろ。ねえ、二組に分かれない？なぜ？なぜ？
リュージ君、切ないよ、会いたい時が、月が綺麗だ。問いかけてた、一人きりの夜ならば今すぐに会いに行く。風が気持ちいい。そうだね。諦めるよりも信じることにかけてみる想いを抱きしめていたい。こんなにあ、来て。話したくはない。あれ、恋するほどに溶けてくため息が、また一つ。やべみよ。いつも強がるばかりの涙さ。出会ったばっかりだし、俺はあゆみちゃんとの出会い大切にしたいからさ。でも、ゆうさんが。今日は帰るよ。また明日ね。トイレ、トイレ漏れるっつってんだろうが。便所どこだこれ。そちら左で角の突き当たり右にございます。一個しかないじゃん。ねえ吉、え、栄吉くんも？そう、途中でね。え、軽い女に見られて嫌われちゃったのかな。そうね、もったいなかったな、偉大生。顔も好みだった。私も。なあ栄吉。なんだよ。暑い夏だったな。サンキュー。俺は一生忘れられねえぜ。今お前をこの腕に抱きたくて、 Oh 切ないよ、oh、会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。
一人きりの。まあ二学期からの転入となるとね、いろいろ馴染めないこともあるかと思うけど、頑張るように。はい。ああ、夏も終わりか。結局リゾラバできなかったね。おはよう。特に今はね、飛行に走る時期だからね。まあ君たちは心配ないと思うけど。はい。はい、おはようございます。いい名前だよね。おはようございます。新学期もよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、二人とも頑張ろうね。転入生紹介する。よろしくお願いします。は？え？なんで？境内の医学部じゃなかったの？女子大生じゃねえのかよ。敵の分際でうちらを騙したの？そっちこそババアじゃねえかこの野郎。君たちは知り合い？全然。皆さん大変です。タコの生徒が。わざわざ遠くから来てくれたんだ。しっかり歓迎してやらねえとな。おい、これ正当防衛でいいんだよな。完璧に決まったな。だな。これでみんな俺らに続行。あれ？ちょっと待ってくれよ。俺ら学校のために喧嘩したんだろ。鬼爆っつんだってよ。すっげえおっかねえヤンキーだな。怖い。うちに転校してきたんでしょ。やだ。不良は不良でもとんでもないやつみたいね。私不良は大嫌い。なんでいつもこうなの。もう一回。
これで大丈夫。明日ちゃんと登校できる。どうせ俺ら退学だろ。退学には絶対にさせないよ。いいのかよ。俺らあんたの嫌いな不良だぜ。甘えないで。不良だろうとなんだろうと、あなたたちは今日からうちの生徒。私は死んでも生徒を見捨てたりしない。熱血でしょう。あゆみはすごい教師だよ。まさにグレートティーチャーってやつね。じゃあ明日遅刻しないように。辻効果なかなか面白そうだな。鬼爆が辻校に。面白い。俺らの定額はいつ開けんだ。一週間後だ。くじけそうなほど不安な自分に微笑みかけては唇かみしめた。綺麗に収まった生き方じゃ物足りない。傷つきながらも自分で歩くよ。凍てつく氷もいつしか溶けるだろう。入れるそのために壊れるほど今を感じ生きていざいだけ。そうじゃ My life is my way。